前回の耐性菌はどうやって作られるんでしょうかという,こうすごい壮大な質問で、えっと、こうさっくりいきますね、えっと。実はですね、まああの、抗菌薬を使うから別に耐性菌が存在していくかというと、まあ、そういうわけでもなくて、まあ、抗菌薬の登場前からですね3万年前の永久凍土から、まあ、バン A、日本語類似したいの番 X と呼ばれるような構想、テム型のベータラクターマーゼ、アミノエグリコシドシト構想。 エルムってのはあれですねあのマクロライド系の体制の構想だとかテトラサイクリン系の体制構想っていうのが検出されていたりとかですねあの、まあ、400万年前の人が全く未開の洞窟からダプトマイシン活性分解構想があの発見されていたりとかですね全然こう、抗菌薬を投与する前からですねあの最近っていうのは、まあ、体制基準は有していることが分かっていて、まあ、なんでそんなことになるかというとですね 最近って別にあの人とばっかり戦ってるわけじゃなくて、周りの環境にいる生物とか、ほかあの,他の自然環境にあるこうあの細菌に対してあのあの、情報的に働くようなものとですね、あの戦わないといけないので、それをまあ発育を抑制するために何らかの抗菌活性を要する物質っていうのを産生してきたんですね。ただそれをこう産生していると、ですね自分もそれに対してあの反応して壊されてしまう可能性があるので、 まそれを自分はあのそれに対してはちゃんとブロックするためにですねその酸性する物質に対して耐性塩基というのをまあ保有するようになったというふうにあの言われていますのであの別に自然界のその耐性菌っていうのはどうやって作られるというかですねもともと顧客曝露前からずっと前から存在しているということになりますただですね、まあ、作られるというか、まあ、自然界に でも今、作られる場合もあってですね、まあ、今こう、まあ、2015年以降ですね、AMR という言葉が盛んに叫ばれるようになって、その中でまあ人だけターゲットにしてやってたらだめですよということで、ワンヘルスアプローチという言葉が出てきてますけど、人の健康を守るためには動物や環境を巻き込んでやっていかないといけないと。なんでかというと、まあ、畜産業とかですね、まあ、水産業、農業でも抗菌薬というのはまあ幅広く使われていて、まあ、人 いやど逆一方で、ですね人や動物由来の堆積によってまあ環境が汚染されて、まあ、川からすごいとんでもない堆積が出たりとか、そういうこともあります。逆にまあ家畜をとか、ですねあの市場で売られているような肉の中からですねすごい堆積が見つかって、人が保険するようになったりとか、ここは、ね、通通に危機があるわけですよね。であるいはまあ人が移動したりとか、動物が移動することによって堆積がどんどん広がっていたりとかいうことで。 まあ今、いわ盛んに言われているのがまあこう人だけをターゲットするんじゃなくてこういう自然環境も含めてこうあの抗菌薬をうまく使ってあのい,いか抗菌薬だけじゃなくて消毒薬も含めてうまく使っていかないとなかなか耐性菌っていうのは退治できないですよということが言われています。でちょっとまああのこの自然界の耐性菌はどうやって作られるんでしょうかというのにこれだけ答えてもちょっとあれかなと思ったので、ちょっとですね、細菌が耐性を獲得するときに まあ、あの実はですね、最近ってそんなほい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 体制を,をはあの獲得っていうか、体制化してやってるわけじゃないんで、必死で頑張ってるんだぜっていうのはちょっと示したいなと思いまして、あのフィットネスっていう言葉があって、これ日本語で訳すとですね、うん、競争環境下での微生物の生存増殖能力というふうに訳されるそうです。で最近はですね、これ、あの体制を獲得するのを、 にはですね、何らかの犠牲を伴っていて、多くの場合はですね、これ、MIC、上に行けば行くほど高くなってきてあの、これはフィットネスっていうのは、要するにまあ他のものと競合する力が横軸なんですけど、これはですね、あのこういうふうに体性度が高くなればなるほど、フィットネスは落ちて競争力を失っていくというのがまあ一般的に言われています。だから何らかの犠牲を伴って、彼らは頑張って体制を獲得して、発揮しているわけですね。 もちろん例外もあって、フィットネスコストを伴わないような体制もあります。で、まあ、認証的に一番こう受け入れやすい、こう、フィットネスの考え方、あのフィットネスコストの考え方っていうのがですね、まあ、一つはスモールコロニーバリアントと呼ばれるようなもので、汚職ぶどう球菌でですね、ずっと ST 鋼材使ってると、まあ、こういう変な形のコロニーになる、こう、SCV っていうのの、汚職ぶどう球菌っていうのが出てくるんですね。 でこいつらはまあチミジンっていう,こうあの ST 構成のターゲットになるところをです、ね、あのもう完全にワープしてしまって外からチミジンを取り込めるようになっちゃって ST に耐性化してしまうと。でまあ、あの微生物検査室的にはです、ね、こいつはまああのミューラン・ヒントンの発育が非常に悪いので感受性検査がかなりあのうまくいかないというところがまあ問題になるわけですけど。 でこのスモールコロニーバリアントっていうのは、じゃあ何を失ってるんだっていうと、こういった形を維持する能力を失ってしまってるんですね。普通の食物同球菌のコロニーの形態を維持するための能力を失って、ST 5剤の耐性を獲得しているということになるわけです。でもちろんですね、あの先ほど言ったように、これもフィット、こっち、今度は縦軸がフィットネスで、横軸が耐性レベルですけど、こう これ普通の株がです、ねまあ、体制を獲得すると、体制化が進むとフィットネスが落ちるんですけど、そこからです、ね、そのフィットネスを戻すような変異が働くこともあって、そうすると体制を獲得した後にそれを代償する変異によって、またフィットネスが回復して、体制菌がばかばかばか増えていくことができるなと。さらにはです、ね、あの体制をさらに進化させて、フィットネスも同時に戻すような、とんでもないような変異が入ることもあって、そうすると、 まあさらに体制は進んで、さらにそいつはコンペティティブネスも維持できているので、どん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 増えていくような、そういうふうにして、最近はあの賢くですねあの生きていくことができます。で重要なのは、ですねこう抗菌薬を投与しているか、こういうことが起これるかというと、そうでもなくて、抗菌薬非暴露化でも、ですねあちょっと競争力鈍ってきたなと思ったら、えいって言って、フィットネスを戻すような変異が働いたりすることがまあ,ありえるんですね。 こうやってですね、まあ、最近はまあ必死で体制化して、あのフィットネスを落としながら体制化して、そこから何とかしてフィットネスを上げようと、まあ、頑張ってるというお話です。で、えっ、ー、と、まあ、全然さっきの最初のさ質問さんと関係ないんですけど、まあ、自然界の体積にはどうやって作られるでしょうかっていうお話に関しては、うん、まあ別にあの抗菌薬を投与したから体制化していったわけじゃなくて、もともと存在していて、 あくまでも抗菌薬は、まあ、それを投与することによって、まあ、その体積の選択をどん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 早めていると。体積がどんどん増えていって選択されていくのを、まあ、早めるのに一役買っているというふうにあの理解しています。なるほど。大丈夫ですかね。はい。あ,あの、はい、ESBL ってね,、はい、ね、もともとプロビデンシャが持っている、はい、え アンプ C が変異したやつって聞いたことあるんですけどね。うん、そんなの聞いてませんクルイベラクルイベラじゃなくて。クルイベラあ、クルイベラや、クルイベラ。ですよね。あ、そうですね。それがオリジンアスコルバータ。はい、そうそう。はい、それがオリジンで、はい、オリジンで、えっ、ー、と、それがミューテーションを起こしてプラスミドに取り込まれて、はい、はいはい、はい、そうですね。SBL になったんですよね。はい、だから、結構それって、あれですよね。自然環境で出てる ああそうですね。もともとのオリジンはそうですね。うん、大体、結構大、耐、ま、性、あ、電子たどっていくと、そういうふうに、こう、自然環境からが、あ,ね、あの、始まっているのが多いと思います。ねなんか IMP は、メタロは、バシラス、バシラスのタイプ2から派生してるって話を聞いたことあるんですけど。あ、そうなんですあ、僕、それ存じ上げないです。昔ですよ。 えー、20年ほど前、まだ IMP1 が出たか出てけへんかった頃、えー、そうなんかうんで嘘かもしれないです、昔の話なんて。うんうん、なんか結構自然環境で出てくるのと、そ,ね、そのクルイベラの話って結構みんな知らないから、そうやってなんかこう、耐性<の>菌って発生するんやなと思って聞いてたんですけど、うんね、やっぱり。 こうね、自然環境で、ね、こうす、ね、あるんで。難しいですよね、こういうのね。うん、うん。なんか、を使うと、こう、それを選択するのをどんどん早めていくんだろうと思うんですけどね。まあ、なるほどね。<laughs> あの、なんかセラチアってあるじゃないですか。はい。セラチアの赤いやつって、はい。先生見たことありますよね、コロニーはい。あ、そうそう。あれってもともと多分オリジナリティのあるセラチアなんで、 はい、僕らはあの、の赤セラ赤セラって言うんですけど、あ,あ,えとあれってあ,のあんまりあの病院で出てるセラチだって結構白いんですよね、あああの色が出ない。ああでたまになんか色が出てきて、色が出てきたわと思うんって言うんですけどああああ、なんかそういうのの違いとか、まあ、すごいあるんかなと思って、赤セラが出ると大体体体勢がないんですよ。あ,あ なんかあいうのを、イルレンスにのなんかに関わってるんですかね。緑農機のあれがあるじゃないですか。あの、あはいはいはい。ピオシアンに、はいはいはい。ああいうのって、こう、あのイルレンスファクターとして考えられてますよね。ああいうのを気をつける。セラちゃんもそういうのがあるんですかね。セラちゃんもね。緑農機の場合は、あれ緑なんで、黄色葡萄機器に入らないですね。共存でこう色を出すんですけど、赤。 セラチアの赤、赤い色素ってどちらかというと抗菌活性あるのかちょっとわかんないですけど、うんうん、あのー、だからね、報告書に載らないんですよね、赤セラとか。あ、りゃそうですね。<笑><笑>そうそう。載せたら面白いんちゃうかなと思いながら、多分、赤セラって載ってても、みんな、みんなスルーするからもう、どこ<ー>載せてもいいんちゃうかなと思うんですけど、<laughs> すいません。いや、下はなんか赤いなとかいうのはわかってるんですよ。うん まあまあ興味、興味持ったらまた聞いてってもらう。はい、すいません、はい。ありがとうございます。はい